ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・ベーベルン公、アウグスト・ビル・ヘルムは、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人、ベーベルン公。1715年、ブラウンシュバイク・ベーベルン公をエルンスト・フェルディナントと、エレオノーレ・シャルロッテ・フォン、ケトラーの間の長男として、ブラウンシュバイクで生まれる。1731年に、プロイセン王国軍に入隊した後、1739年に、 不評連帯の大佐に昇進。少々として、フォーエンフリートベルクの戦いで頭角を表し、1750年に中将に昇進した。ちなみに、プロイセン王フリードリヒ二世の王妃、エリーザベト・クリスティーネは同年生まれのいとこにあたる。アウグスト・ビルヘルムは、フリードリヒ二世配下の士官のうち最も老練で、正確に行動するものであった。 彼は1756年のロボジッツの戦いで、プロイセン軍の一翼を引き、1757年4月21日のライヒエンベルクの戦いで、クリスティアン・モーリッツ・ホン・ケーニヒス・エッグ・ローテンフェルス、率いるオーストリア軍に勝利した。続くプラハの戦い、トコリンの戦い、及びその後のゲルリッツへの撤退でも参戦。同年秋に、フリードリヒ二世が、 フランス軍を迎撃するために移動すると、アウグスト・ビルヘルムは残ったプロイセン軍を率いた。アウグスト・ビルヘルムは圧倒的な人数を有する敵軍に対し防御戦をよく戦ったが、モイスの戦いでハンス・カール・フォン・ビンターフェルト将軍を失ったことは大きな痛手となった。彼はやがて11月22日のブレスラウの戦いで海戦に持ち込まれて大敗した。翌朝に、 オーストリア軍の捕虜にされ、一年間囚われた。1759年に、不評将軍に任命され、1762年8月11日に、シュバイトニッツを救援しようとするオーストリア軍を、ライヒエンバッハの戦いで撃破した。フベルトゥスブルク条約の後、アウグスト・ビルヘルムは引退して、シュテッティンに戻り、1781年に死去した。ありがとうございます。